こんにちは、翔太ですね。前回に続いて、ドアトキアの、あ、やっと言えた、ドアドキアの続きからやっていこうと思います。狙われた洞窟の町。町の奥へ進みますか。お、ムービーや。あんなところに人が。え、フローラ出てくんの？誰？真ん中、あ、ドワーフか。おお。フローラさん、しっかり。私たちこんなところでやられちゃうわけにはいかないわ。マジか、これはテンション上がるな。私たちの大切な方と再会するまでは。しかもこの2人が仲間なんや。あの2人なかなかやるな。だが敵の数が多すぎる。このままじゃ危ないぞ。ならば我らが救い出さねば。え、ちょっとメンバーどうしよう。ビアンカもフローラも入れたいな。なんか面白いな。ついてきて、突破するわよ。ああ、バトルに入るわけじゃないのか。ここまで来れば大丈夫ね。ああ、それで、あなたたちは？私、ドアドキアの族長の娘です。お父様とフィアンセの姿が見えたら。懐かしい、この音楽も。探していたところを魔物に襲われてしまって、うん、もうダメだって時にこのお二人が駆けつけてきて守ってくださったんです。私はビアンカ、彼女はフローラさん。一緒にサラボナっていう町から来たの。サラボナか。またしても聞かぬなじゃ。え、もしかしてそれってこの二人も。ああ、アリーナたちと同じように別の世界から来たということだな。やっぱりそういうことになるのでしょうか。この町の様子も私たちの知っている世界とは少し違っていて不思議に思っていましたの。それで皆さんは。わしはディルク。この世界を王として束ねる者じゃ。今世界は危機に瀕しておる。長年我らと手を携えてきた魔物たちが突然正気を失い人間を襲い始めたのじゃ。我らは魔物に襲われた町を救いながらその原因を探っておるのじゃよ。魔物さんたちが昔のことを忘れちゃってるなら何とかして思い出させてあげられないかしら。例えば何か思い出の品を見せるとか。そう簡単な話じゃないと思うぜ。とにかくまずはこの町を何とかしなきゃ。それに族長さんと娘さんのフィアンセも見つけてあげないとね。それなら私たちも協力しますわ。フィアンセと離れ離れだなんてとても人事とは思えませんもの。うわぁ。なんかちょっとこの二人怖いな。まずは町の重要地点を洗い出す、そして付近の魔物をみんなで追い払う。さらにそこを拠点として。また長いやつ。つまり効率よく町から魔物を追っ払って族長さんたちを見つけ出せばいいのよね。うん。仲がいいのね、あなたたち。息がぴったりで羨ましいわ。そうかしら。ただの幼馴染よね。ああ、幼馴染、素敵ですわね。本当に羨ましいですわ。さあ行きましょう。早くお父様とフィアンセを探さないとね。はい。いやー、そんなにゼッタに思い入れないしな。
クローラとビアンカどっちも入れてまいそうな気がするわ。職長さんたちを必ず見つけ出すわよ。ありがとうございます。本当に何とお礼を言ったらいいか。爆裂剣好きやけど、そんなにダメージ与えてんのかな。世界を治める王として当然のことじゃ。これ一食いはこうか。この辺りから始めよう。魔物を倒しながら人探しだ。毒鳥の娘。ボス戦のテリーの強さはだいぶあると思うんやな。あ、やばいやばい、族長の娘が。誰か知らんけどありがとう。ああ大丈夫か大丈夫か。大丈夫？また囲まれちゃったわね。なんとかしなきゃ。このままでは危険ですわ。魔物さんに少し離れてもらわなくては。よ、何これ、なかなか見つからないわね。心配だと思うけど、ピターパンさんに守っといてもらおう。はい。でもお二人はどうしてこんなにも親切にしてくださるんですか。もはやこいつ抜きたいもんな。私たちも結婚を控えるの。同じ花嫁の危機は。私たちもうわ、なんかいや闇が深いな。まあそうでしたか。では一刻も早く元の世界に戻らなくては。そうですわね。でもその前にあなたの力になりたいのですわ。よしよし、知らんうちに結構ゴールドを手に入れてんの。張り切っていきましょう。ダイヤモンドガスト。貫通できんもんな、この盾を。めちゃ強いやろ。強いと思って使ってんねんけどな。わからんわ。駒沢は駒沢頑張っといてくれ。仲間なれ。よっしゃ。これで終わりかな。こいつに別にスーパーサイヤ人になる必要ないもんな。これを、あ、じゃあまだまだこんなんで終わるわけないわな。うわー、またそれにしても二人ともずいぶん落ち着いてるでゲスね。まあいいや、なるか。こっちの世界に来た時はそりゃもうおっかなびっくりでかしたよ。あら、私たちだって結構驚いてるのよ。
でもそう見えないってことは、なんかトロフィーゲットした。多分一度にすごいことが起こりすぎて考えが追いついてこないからですわ。イガスラッシュ。あ、なんかサッカーレシピ結構取ってる気すんな。まだまだ終わらんっしょ。片付いたっと。おお、なんかごついのおるやん。了解だ。早む先に終わりだ。マジかっこよすぎるんやけど、ペリー。ダイヤモンドダストも強いような気はするけど、ダイヤモンドベスト、するけどぐらいやもんな。いいわよ。めんどくさい。爆裂剣で全部倒そう。まだおる？おるな。お願い。あ、ゴーレム死にそうや。あー、キラーパンサーとチェンジしようとしたら消えてもうた。え、族長どこおんの？あ、移動してる、もしかして。マジか。あれ？あ、いたいたいた。こんなに移動しながら。あ、よしよし。ラストか。もう、イチロー。ワイト。ワイト。別、遊戯王やん、ワイトって。ワイトキング。てか、ワイトデッキ作りたいな、久々に。かっこいい。マジ強すぎなんだが。血のスパーク。かっけえ。ん？あ、お前か。まだいる？あ、ちょっか。わかったわ。キローパンさん、マジ強力よな。好きやわ。バトルレックス、マジか。やりにくい相手だぜ。そうな。テリーさんがためらうなんて、よっぽど手強い相手ということですね。別にためらってはいないさ。が、強敵には違いない。気をつける。
これで決めるか。あれまだいる？なんか。ああ、オッケーオッケー。ヒラーパンサだって一回出しただけでまだまだめちゃめちゃ元気やもんな。ファイブってあれか、マスタードラゴンで飛ぶんやったっけ。なにこれ、フローラを選んだ世界ってこと。なにファイブの主人公何してんの。まだ仲間ってわけじゃないよな。よし、じゃあ今回はここまでにして、次回ドワードキアの続きやっていこうと思います。